左側、最高ファイトの初の海外専属契約選手、ホセ・ガルシア。そして右側が本日50戦目の節目、ニューヨークでの世界挑戦の経験も持っているという近藤明宏です。いやー、ガルシア選手でかいですね。ですね、同じ階級と思えないぐらいでかいんですけど、そして入り今中央を取って、プレッシャーをかけようとしている感じの今ホセ・ガルシアですけども、右側いいですね、ボディーまとめました。今近藤の右ですね。はい、右のオーバー良かったですね。近藤選手の魅力っていうのは京口さんからご覧になってはどういったところですか？まあ、そうですね、50戦目のキャリアがあるので、はい、そのベテランでいろんな引き出しをこの若い選手にぶつけてもらいたいですね。まあ、非常にタフな選手ですし、左のジャブから右のフック、そしてボディへつなげるというね、鉄板の形があります。ただパンチ力はこれホセ・ガルシアスーパーマンありそうですね。ありますね、体も頑丈ですね。はい、右フック、あ、ナイス右です。ただあの右のオーバーハンドは2回も当てました。そうですね、このパンチ、あのガルシア選手見えてないので、はい、チャンスですね。あれびっくりしたのがメキシカンなんで応援いないかなと思ったら結構メキシカンの方来てますね。来てますよね、はい、右フック、あ、効いた、効きましたね。チャンス、今度右のクロス当たりましたね。左さ、ここはちょっとホセ・ガルシアはなんとかダメージを散らそうとしている。